はこんなお洋服にお着替えしてみます。こちらのブラウスです。それでは早速お着替えしてみます。結構ゆったりしたテロンテロンした生地のブラウスです。ちょっとね、袖の形がすごい独特な、なんかムササビみたいだねこんな感じです。それでは今日のニアのブラジャーとパンティをご紹介します。しました。今日はシャツが薄紫色なので、下着も薄紫色のあえて同系色のものを選んでみました。結構ね、カップはね全体的にレースになってて、こう立体感がある感じのデザインになってます。はい、それではパンティもご紹介します。こういうデザインです。縁のところにちょっと幅の狭いレースがあしらわれています。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッと押していただけたら嬉しいです。またニアのファンクラブでは YouTube に投稿できないような楽しい動画をたくさん投稿しておりますので、ニアの X からチェックしてみてください。それでは、ニアでした。